静岡県の川勝平太知事は5月10日の辞職を前に県のホームページ上に退任挨拶を掲載しましたこの中でリニア中央新幹線をめぐる問題について改めて一区切りとの認識を示しています静岡県の川勝知事をめぐっては4月1日に行われた県庁の入庁式で新規採用職員を前に職業差別と受け取れる発言をした責任を取り 発言の謝罪、撤回をしたほか、4月10日には、県議会議長に対して退職願を提出し、これにより5月10日午前0時をもって、自動失職します。一方、川勝知事は、辞職を決断した一番の要因については、リニア中央新幹線をめぐる問題を挙げ、JR 東海が3月に2027年の開業断念を発表したことから、大きな区切りを迎えた。 この2から3ヶ月で、リニアの問題が大きく動き、仕事が一段落したということで辞表を提出することになったとの認識を示した上で、4月10日の定例記者会見では、私にとって、リニアの問題は、厳しい問題だった。国家権力というか政府、それから大企業、営利企業とはいえ公共性を持っているということで、国家事業と言っているが、一方、南アルプスは、 国立公園でこれを保全するのは国策。ユネスコエコパークなのでこれを保全するのは国際的な日本の責務だと思っている。こうした大義名分があり地元の声も体に受けながら戦うのは厳しいものがあった。言ってみれば古軍奮闘と述べていました。こうした中川勝知事は5月1日リニア中央新幹線をめぐる対応についても触れた退任挨拶を 県のホームページ上に掲載し、この中で改めて、一区切り、私は役割を終えと記しています。川勝知事の挨拶文の全文、原文ママは以下の通りです。川勝知事の退任挨拶全文、昨年はコロナがほぼ収束し、富士山が世界遺産登録10周年を迎え、国が選定した東アジア文化都市2023静岡県は、 大成功でした。朝緑八十八夜の初見は堤の新茶樹とほぐ富士の霊峰から新茶を味わうひとときに勝る幸せはありませんね今開催中の浜名湖花博2024では色とりどりの美しい花々と絶品の食文化が楽しめますお茶もお花も食もその源は水です富士山は気高い父のように 南アルプスは優しい母のように生命を育む清らかな水を恵んでくれます。命の水の保全は私たちの使命です。南アルプスの自然環境と水資源を守るため私は全力を傾注しました。去る3月末、JR 東海は事業計画の変更を明らかにし、結果、水資源、自然環境保全とリニア実現の両立に向け、 十分に議論する時間が確保できました。一区切りです。私は役割を終え、今月9日に辞職します。過去15年間、皆様に懸命に奉仕し、不国得の美しい富士の国づくりに、渾身の力を注ぎました。それができましたのは、ひとえに、皆様の温かいご支援の賜物です。光を浴びて流れるキララかな 水のように命を輝かせてください。皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。ありがとうございました。さようなら。私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです。自身も調べてみたが、生態系や水質に関するエビデンスは見つからなかった。航クに関しても静岡県の北のほんの少しの部分しか被っていない。この人は何か JR に歩み寄る代替案を出したのか、詳細な資料があれば検討の余地があるはず何度も言っているがこれは1970年代から計画されていた国家プロジェクトで超電導技術の導入と南海トラフ地震で新幹線の代替となりうるプロジェクトこれを約10年近く阻止してきたわけで中国のはるか先を言っていたこの技術はおそらく 中国に抜かれるだろう。多くの自治体はリニアと自然の共存を図ってきたが、この人が辞めれば、リニアが進むということで、後世に、負の遺産しか残さなかったということ。南アルプストンネルは、リニア最難関工事であるにもかかわらず、準備工事も止められ、調査ボーリングさえも認められていない。2017年の事業開始以降、静岡航区は着工も準備工事もできていないのである。 さらに、川勝知事の置き土産でしばらくは着工が難しい可能性が高い。つまり彼はこの国民的事業を約10年遅らせたということになる。国全体の経済損失は計り知れないし、将来歴史に残る事件と言われるのではないか。一方で、この妨害劇は川勝氏の感情的な確執だけでなく、特定の企業、団体、地元新聞社など、 一部の静岡経済界などが絡んでいると思われる。メディアはこういう事態に至った背景を詳しく紐解き、闇を明らかにしてほしいところである。